さあこんにちは、さゆだかさん、はい、まあ、シーズンもね、もうすぐそこまでもう終わりが見えてきてしまってますけど、そうだな、はい、まだ見えてない、はい、もしくは見え始めているのかというのが、はい、阪神も、すいません、またですね、またかまたです、監督誰なんだというところで、ちょっと俺に言うな、ゆだかさん、俺も喋れないから、ちょっと待って、情報入ってきてるんですね、入ってきてるんですか、情報、はい、あ、情報どころじゃない情報じゃない、いやいや、そんなことはないけどさ、ただファンの中では、はい、もう岡田さんじゃないかっていうのがもう声が多数上がってるんですよ。そうなんですか、ズバリ。そうじゃないいやいや、というのは、はい、そうなの、まあ、誰かとコラボした時に岡田さんは、はい、やっぱオーナーと飯食ってるからさ、ゴルフ一緒にしたりとか。あ、阪神のですか。だからまあそこら辺にこういろんな綿密な打ち合わせみたいなまあそういうのもあるんじゃないかなっていうような気がするけどね、まあ、そういうところからね、やっぱ勘ぐっちゃいますよね。でもね、仮によ、はい、お母さんだとしたら、うん、お母さんに任しとけば間違いはないから、うんうん、うん、いいんじゃない、安心して。だダメなんかいや、いいと思います。あと何、時代があって老害だって言われる、いやいや、岡田さん言われないですよ。やっぱ岡田さんがいいっていうファンの方多いですし、あとは、いや、岡田さんはっきりしてるからね。そうですよね、いい、良かったらいい、悪かったら悪い、うん、ね、勝負するのかしないのか、はい、あの人はっきりしてるから、まあ、見てて気持ちいいわ、気持ちいいですよね。あと平谷君監督を、まあ、上げるんじゃないか、まあ、ソフトバンクがね、今藤本監督がね、やっぱり2軍から上がってきて、即2軍の選手も知ってたからあの位置にいるみたいな。それを評価するけどさ、うん、はい、それってどういう評価なのかなって俺は思っちゃうんだよね。やっぱね、何でもそうだけどセンスだと思うんだよ、うん、その監督業っていうのは、はい、それは もちろん勉強も重ねていってね、うん、やらなきゃいけないし、まあ、例えば2軍の選手よく知ってる、よく知ってるから何なのって、うんうん、いや逆に邪魔になる時あるんだよ、うん、だって2軍でできたのになんで1軍でできないんだみたいなさ、はい、いや、お前の力そんなもんじゃないだろうと思っても1軍では通用しないとかさ、うん、まあ、そういうこともやっぱあると思うんだよね、はい、だけどその決して2軍でやったから俺はいいとは思う、まあ、段階とすれば経験を積むという意味ではいいかもわからないけども、うん、2軍の監督と1軍の監督では全然こうやってる仕事って違うからね、あ、2軍の監督をやってて成功する人もいれば、うん、まあ、失敗する人も絶対いるよ、それは。まあ、そうですよね、うん、少数ではあるんですけども、ね、落合さんっていう声もまだファンの中では消えてないんですよ。そうなの、はい、まあ、岡田さんでいいと思う、あのね、はい、まあ、阪神の例えば藤川か、藤川球児とか、はい、鳥谷とか、はい、いろいろ候補生はたくさんいるわけ、はい、まあ、赤星さんもいますよね、まあ、いるよね、うん、でもね、やっぱ若いって思ってるんじゃないの、まだ、あの球団の方が、はい、まあ、球団の方もそうだし、まあ、本人たちももうちょっと時間が欲しいっていう、やっぱり勉強する期間だとか、はい、熱量だから、うん、例えば球界に、いや今戻りたくないと思って戻るのか、うん、いやもう時期が来たと思って戻るのかではさ、うん、やっぱり意気込みは違うと思うんだよ、はい、もうお母さんなんかもやりたくてしょうがない。いやいや、もう最後はやっぱりユニフォームを着て、あ、まあ、野球というものをね、はい、まあ、監督業で最後にしたいみたいな、そういうけじめをつけたいみたいなね、はい、まあ、そういうところもあるし、うんうん、だから岡野さんで俺はいいと思うけどね、熱量があると思うよ、あの人は。まあ、そうですね、うん、プラスそう、じゃあ岡田さんに仮になった場合、コーチ陣っていうのも岡田さんがやっぱり置きたい方たちっていうふうになるんですか。いや、そりゃそうだよ。若干年齢層上がるですかね、そうそう。いや、それは分からんよね。あ、まあ、例えば鳥谷を次期の監督候補として、まあ、長嶋さんが 原監督をつけたようにね、はい、ヘッドとして、うん、教育をしていくとか、うん、まあ、そういうことも考えられるし、うん、まあ、鳥谷なんか若いしね、まあ、はい、だから年齢層がぐっと上がるっていうことはないと思うけど、うん、でもやっぱこう OB の中から、はい、いいコーチになるだろうなっていう OB をピックアップしてくると思う。お、まあ、それが年齢層が上がっちゃ上がるかもわからないけども、だけどそうとも限らない、うん、プラスその岡田さんになった場合、その選手の起用だったりとか、うん、疲れ方とかそういったものも若干やっぱ今と変わってくるんですか。やっぱ違うと思うよ。まあ大きく違うのは、はい、うん、佐藤をどのポジションでどういうふうな打順に入れるか、はい、まあ、ここら辺だろうね、大きく変わるっていうのは、はい、あとはなんかこう阪神って今の形っていうのがさ、ある程度形になってるもんね、はい、
だからまあ例えば岡田さん糸原をどうするのかとか、うん、そこに若手を差し込んでくるのかとか、はい、まあいろんなことは考えられるけど、うん、大きく分けると佐藤大山の打順をどうしていくのかっていう。今だと佐藤選手6番になってたりとか、まあ4番をずっと打ってたけど、はい、ここのとこ6番に下がったよね、はい、これを例えば岡田さんだったら、でももうずっと絶対4番にするとか、4番を大山選手にして5番にするとか3番にするとか、何か ありそうですかね。どうなんだろう、まあ、岡田さんの、まあ、そこが面白いところや。俺お母さんじゃないか分かんないよ。なんでね、岡田さんの顔に見えてきちゃった。岡田さんはでもそこら辺は俺は厳しい面を持ってると思う。だから理想はそうだけど、はい、現実問題違うと思ったら外すよね。ただ岡田さんの教えもあるだろうし、うん、俺は大山に着手するような、うん、まあ、そんな気もするけどね、うん、あと岡田さんになった場合、まあ、糸井選手はどうなると思いますか。今、ね、糸井選手のちょっと身体不可解だったりとか、はい、次期監督、まあ、糸井のあれもあるだろうけども、はい、俺糸井は膝というか、まあ、そこら辺がちょっと悪いだけで、はい、バッティングはまだまだ使えると思うんだよね、はい、まあ、昨年川端がずっと代打でいたように、うん、ああいうやっぱりベテランとか、はい、そういう選手は置いとくような気がするんだよね。そうですね、ベテラン、まあ、代打でももちろんね、うん、活躍してくれるでしょうし、うん、だから糸井をすんなり引退させるかどうかっていうのは分からないけども、はい、俺はなんか代打でも使えるよね、多分ね、で、まあ、代打になったとしたら年俸が大きく下がると思うけども、うん、だけどそれでも糸井がやりたいかどうか、うん、まあ、そこだと思う問題はね、うんうん、まだまだ全然使えると思うけどね、俺は。そうですよね、うん、まあ、ね、糸井選手も次の監督によってその身体がどうなるのかっていうのもあるでしょうし、うん、なんかまだね、新しい監督の下でやってほしいなっていうのはありますけれども。まあまあそうだね、はい、まあ、岡田さんと糸井ってかぶってるんですか。オリックスでかぶってるんじゃないのかな。あ、うん、だから、まあ、その時にどういう関係性であったかとかさ、はい、まあ、そういうこともあるけども、うん、まあ、普通に考えると、いや代打でお前もうスタメンはないよって、代打でいいんだったら置いときたいけどっていう話はするよ。うん、だって糸井がいると嫌だもん。いや、嫌ですよね、走るし打つし、ね。まあ、原監督はさ、はい、ね、糸井封じのために左を投げさせておいて、うん、あ、右か、投げさせておいて、ツーナッシングから左に変えたとか、はい、まあ、そのぐらいやっぱり糸井がベンチにいると相手も、うん、ああ糸井が出てくる、ここで糸井が出てくると嫌だなっていうようなことはあるからね。はい、うん、だから怖さはまだあるよね。そうですよね、うん、今この阪神の新監督誰になるか問題もあるんですけれども、ずっと言われているのが巨人、うん、俺聞いたことがないんだよ巨人ってネットニュースではね、すごい毎日話題になっているんですよ。何が悪いんだよ。いや、何悪い、まあ、その原監督は、まあ、B クラスだったら責任取って辞めるんですかとか、良くも悪くも巨人と阪神の監督ってやっぱ言われちゃうでしょうね。でしょうねじゃねえいや、でもこれ、ね、原監督が、まあ、B クラスで来季やるかどうかっていうのは分からないですけど、これ原監督の次って誰なんですかね。知らないよ。米田さん、誰だと思います。誰だろうね、うん、まあ、これ一説によるとだよ、一説によると、はい、まあ、工藤も可能性があるという、ね、工藤さんやるって言えばね。いや、工藤もあのジャイアンツのユニフォーム着てるでしょ、はい、だから OB 扱いとすれば、うん、何らおかしい話ではない。で、監督業としての実績もあるし、はい、うん、だから工藤っていう話もあるんじゃないかっていう。そうなってくるとやっぱりコーチ陣も今とは本当にガラッと一新されるっていうことになってきますよね。いや、それは分からないよ。いや、原監督が引退するなんて言ってねえから。言ってないけど、仮にそうなった時に、うん、原監督がいや、このコーチ陣を残してほしいというふうにすれば、うん、やっぱ工藤は嫌ですとは言えないよね。はい、うん、これもある仮なので、ただ原監督もいつかもちろんね、辞めるときは、はい、ユニフォーム脱ぐときは来るので、その後一体誰なんだっていうのもいろいろね
じゃあ安倍さんなのかとか。だけどさ、はい、あれだけ勝った監督っていないわけだから、まあ、そうなんですよね。目の前のことで喋っちゃうんですよね。だからさ今年 B クラスだっつったってさ、それだけで判断聞かないでしょこれがさ3年連続 B クラスって言ったら、はい、彼が責任取れるよ、はい、取れる男だから、うん、だけど我々の年になってくるとさ、もうユニフォームをこれここで監督として脱いだとしたら、うん、もうないと思うからね。もうこのユニフォームに袖は通せないと思えばさ、うん、やっぱできるだけやりたいって思うのが本当の気持ちだと思う、うん、でももう満腹だと思うね。言うんだったら脱ぐかもわからないし、うん、これはもう原監督じゃないとわからないけども、はい、俺は高校時代から、はい、東海大相模でね、はい、東海大相模でさ山口県来たんだよ、うん、南陽工業っていうところに招待試合で、はい、で俺らじゃないよ、はい、見に行こうと思って、うん、同級生だし、はい、どんなやつなんだと。あ、もう有名だったってことですもんね。いや1年で甲子園出てるから、はい、で親子だからみたいな、はい、原辰徳って男前みたいな、はい、で見に行こうとしたらもう入れないわけよ。満杯ですか？キャー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 、うん、え、俺らの時キャーキャーなんてないぞお前みたいな、はい、それだけ違うんだと思って、はい、あいつを追い越そう、うん、目に留まるみたいな、鼻につ つくようなやつになってやるみたいな、うんうん、で大学の時に出会って、うん、で大学3年の時に同じ日米野球で、はい、同じユニフォームに来て、うん、で親交が深まっていくんだけど、うん、まあオフには飯食ったりだとか、うん、まあシーズン中でも飯食ったことあるし、うん、まあそういう中でやっぱ彼スターだったんだよね。はい、だからかっこよくやめてほしいよ。あ、そうは俺の中ではね、はい、だから優勝して、うん、いやもうこれを置き土産に私は引退しますと、うん、いうようなことで B クラスにあったら責任取ってやめますみたいな、俺はそういうのは俺は嫌だ、うん、彼はあくまでもライバルというか、はい、まあ、足元にも及ばないけどさ、なんかそういう存在であってほしいんだよね、うん、俺の中ではね、うん、俺らの年代の象徴だからさ、最後までかっこよくあってほしいというのが、はい、俺の中では、うんうん、これは個人的な意見だけどね、はい、そう、まあ、だけどネットニュースで原監督どうのこうのとか、まあ、言われてるっていうのは、うんうん、まあ寂しいけど、はい、まあ、これはやっぱ勝負の世界だから、うん、これはもう甘んじて受けるというか、はい、あ、そういう批判、うん、ね、中傷、うん、まあ、そういうのはもう仕方ない、うん、これはもうネットがある時代だから止めらんないからね、はい、うん、だからまあこれは仕方ないけども、うん、俺の中ではかっこよく、うん、優勝してやめてほしいという、ね、という思い、バトンタッチをしてほしいという、うん、まあ、でもやっぱり巨人阪神の監督っていうのはもう昔からやっぱり勝っても負けてもやっぱり注目されるというか、チームもそうですし、まあ、監督も、うん、そうだなって思います。まあ、高橋由伸がね監督になって、はい、うん、現役すぐ終わってからかわいそうだよってみんなの声があって、うん、でも変えざるを得なくて、うん、で彼も引き受けて、でこれからって言った時にまだ結果が出ず、うん、まあ、原監督頼むよと、で優勝させて、はい、それでなんか成績落ちたら変えろみたいなこれはもう理不尽だよですね、我々ファンもちょっと言いたい方ですぎますね。言いたい方だって他のチームも力蓄えてきてるから、はい、ね、はい、だからちょっとかっこよく終わらせてあげてよ本当に。そうですね、はい、そこはね我々ファンもちょっと見守りながら行きたいなと思います、はいはい。